岡にやってきました。今日はですね、いよいよ野村圭一くんの結婚披露宴ということで、このヒルトンシーホークにやってきました。立派な会場ですね、はい、こちらには今受付待ちの、ね、おじさんたちがいっぱいいます。動画だからさ。本当。おはようございます。はい。ちょっとあっち。さあ皆様こんにちは。2022年吉日、ついに2年ぶりですよ、結婚式が行われるとです。野村家、山本家、五両家、そこの家、あそこの家というわけで、今受付会場に来ております。皆様ご祝儀はバンバンと弾んでいくんじゃないか。というわけで今回息子の結婚式なんですよ。後にも先にもこれ1回にしてほしいというわけで、ここが会場になっております。ご遺族の写真撮影は今終わりました。ね、明日顔合わせとかいろんなね親戚とかおったですよ。なるべく多くを語らずにお利口さんにしておりました。はい、撮影は1人550円になっております。そう、これはね、あの何モーニング、そうペンギンのような、もうちょっとねペンギンっぽいかなと思って、くちばしはないのかって聞いたら、くちばしはなかったです。はい、というわけで披露宴これから行ってみたいと思います。さあというわけで、おいおいご祝儀置いていけよ前田ちゃんは。はい、たまにこうやってご祝儀をパクれるやつ、多い目に頼むよ、多い目に。ご祝儀はパクれないように。ちなみにこいつはユーラスをパクれました。およそ何年前か忘れましたが。ただ行きましょう。でもみんな来てくれるんですよね。はい、あーざーす。さあ、いろんな人がこうやってね、ほぼほぼ車関係、これ D1 のドライバーですよ。で、そうで、これがフォーミュラ D と、あ、まあ出てないか、クビになりましたね。あらららら、ら、どこのお姫さんかいな、これ本当に。どこの御様かな、あんない。はい、褒められると調子に乗る。こんな人ばかりですね。足長いね、一段と。会場はこちらでございます。右かと思ったらこっちはフェア、こっちなんかフェアみたいなことやってて、これがね、あのシーホークホテルっていう昔だったんですけど、今ヒルトンペイペイドームの真横ですよ、併設して建てる。これ実はね、ここのもうね忘れましたが、このビル建てるときワンフロアを自分たちがやったんですよ。ホテルの部屋、内装全部、はい、もうね、ずっと揺れてて、もう下げ振りが止まらんというね、やっぱなんか揺れんとダメなんでしょうね。さあ、ここが会場でございます。何人いるかは分かりませんが、いっぱい、いろんな YouTuber とかもね、実は来とる。あ、これで YouTuber や。どうもー、チームハネチャンネルです。うん、さあ、そして私の席はここ、なんとここでございます。嘘嘘嘘、多分ね、ご遺族の席は多分一番奥だと思う。行ってみますか。こっちはどこが席順は俺知りません。こっちは知ってる席ですね、なんとなく。ほら、実はね、車入れとるんですよ、ここに。ほら、これがもうついこの間大クラッシュしてボロボロだった車ですよ。いや、直し頑張ったね、板金屋さんと我々。
ここでお披露目、新車のお披露目を。さあ踊り子にお手を振れるようにお願いします。はい、多分ね、結婚式の会場の中に車突っ込むのは多分初めてだと思いますよ。外とかね、よく見るけど。でここが多分ね、新郎新婦の席ということは、我々は後ろですね。あの一番後ろのほら、あまり楽しくなさそうな席、これが私の席だと思います。ここ一番端っこ、はい、ここで見守りたいと思います。と、これは親戚のご遺族の皆様が Z の席、 Z の席やばくない？今もうなんか危ないね。はい、ご祝儀は上に置いていただけましたでしょうか？ありがとう。はい、そういうわけで、これからこっぱじめたいと思います。
出して受け取ってください。お願いします。これ、仮のリングなんよね。もう、佐竹さん好みとかやっぱあるけん、帰って、一緒に買いに行こう。これ仮ね。じゃあ、渡させてもらいます。受け取ってください。ご両家を代表いただき、新郎のお父様、野村天様より皆様方へお礼のご挨拶でございます。
ます。